Hi, we are YOASOBI. Yeah. Yes. My name is Ayase. My name is Ikura. You are watching Character Media. コメントか。まあ、おたげをやってくれているね。推しの子ならではの。これはだってこの人たちが振り付けつけてるんだよね、きっと。多分そう。そうだよね。なんじゃないかな。どういうか。ああ、でも本当に推しの子のもう推しの子のことを歌っている曲なので、推しの子のまあストーリーにしっかり沿って、プラスまあ YOASOBI はあの小説を音楽にするっていうユニットなので、原作者の赤坂赤先生の書いてくださった原作の世界観を元に作った楽曲です。これ多分ちゃんと見るの初めてだわ。うん、日本のさ、うん、踊ってみたのダンスと振り付け違うもんね。あ、そうだよね、うんうん、多分韓国系のアイドルさんがはこの振り付けでやってるの。Good Very cute 最初にあのK-POP アーティストの皆さんとかが踊ってくださってるのを見た時はもちろん元からたくさん音楽聴かせていただいてるアーティストだったりしたので、あ、そんな方々にもこのアイドルという曲が届いてるんだ、しかも踊ってくれてこうなんか真似たりとか歌ってみたり踊ってみたりしたいものになっているんだっていうことの嬉しさがありました。おお、すごい凝ってる。はあ、このインタビューから始まるのすごい面白い。面白いね。これは何人の方なんだろう、どこの国の方なんでしょう。ね、ね、本当に世界中のいろんな方に届いてるんだなっていう感じ。私たちはずっとこの楽曲をリリースする時からずっと、まあ、今までもずっとそうなんですけど、本当に J-POP を極めてもう行こうっていう気持ちで、あのずっとかっこいい J-POP を作っていくぞっていう気持ちでずっとやって活動しているので、こうやって私たちがあの渾身の J-POP をできたって言ってリリースした先でこうやってあの世界中の人に聴いていただけるっていうのは本当に日本人として誇りに思いますし、これからどん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  J-POP があのいろんな人に聞かれ、あ、世界中の人に聞かれてきっかけになれたらいいなと思います。無敵の笑顔でラスメディア知りたいその秘密ミステリアス、どういう個性彼女のエリア完璧で嘘つきな君はどういうあれなんだろう、これこれは日本人には伝わらないユーモアだったね。さっき の, あのコメントに追加なんですけど、多分この方は日本語を覚えて歌詞としてその日本語意味分かってるかはよく分からないですけど聞いて覚えて歌ってくださってるじゃないですか、うんうんうん、でそういう風に私たちのこのアイドルという曲は全部日本語の詩なんですけど、それを聞いて歌ってくれてるっていうことがすごいことだなって、うん、日本語詞がこれだけ世界中の人に耳に残って歌ってくれてるっていう、 こうやっていろんな風にあの動画を撮って楽しんでくれてるものの一つになってるっていうのは感動的ですね。って個性出るね。すごいね。全然聞こえ方違うね。この方はすごいですね。大変だったろうね。9カ国語。これきっとに私たちの公式では日本語と英語でしか出してないので、うん、これだけこの国の方々の誰かが、うんうん、あの好きであの翻訳してくださってるんだとしたら、もうそれもまた嬉しいことですね。すごく。うん。楽しそう。
これ同じ方なのかな。さっきの人と一緒だろうね、多分ね。なのかな、わかんない。こういうフォーマットがあるのかな。うん、ああそうかもね。流行ってるのかもしれない。こっちは夜にかけるの方ですね。嬉、うんうん、しいですね。仲間内でこう楽しくふざけられるもののコンテンツになってるけれども、うんね、また新しい楽しみ方で、うん、嬉しいです。想像してなかったですね。アイドルにしてもこの今の夜にかけるにしても、もちろん多くの人に聴いてほしいと思って作ってるんですけど、まあ、本当にこんなに世界中のっていうような規模感で聴いてもらえるようになるとは思ってもなかったので、うん、本当に嬉しいです。だからこれからも好きに楽しんでくれればいいなと思ってます。あ、これ見たことあるかも。これ俺も見たことある。日本の人だもんね。うんうんうん、ね、この揺れがいいんだよね。確かにこれ。いやいいですね。ユニークですね、はい、非常に。私もよくやります、これは。やってるそうです、はい、です。基本的に思い出がいっぱい、うん、あのすごくクラシックな日本のお菓子たちなんで、うんうんうん、全部懐かしい気持ちになりますね、うん、いやでも本当にさっきも言っているように、あのもともと日本語の曲で J-POP として出してるものなので、それをいろんな形に、あのなんだろう、オリジナリティを持っていろんな風に変換させて楽しみながら歌ったり踊ったりしてくださってるっていうのは、本当になんかエンターテインメントはこう J-POP だとしてもちゃんとこう世界の壁を越えられることがあのできるんだなっていうことを、こう私たちの手から離れた先で起きてることを見てると、そういう風にも感じますし、ちょっとこれからのなんかこう自信になります。うんうん。